広島市の情報をお届けするマイタウン東広島、今週は高齢者支援課の今井さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。お願いします。今週のお知らせは何ですか？はい、今週は認知症講演会についてご案内します。東広島市では認知症になっても安心して暮らせる街を目指して、認知症の理解を深める普及啓発やさまざまな関係機関とのネットワーク作りを行っています。その取り組みの一つとして毎年認知症講演会を開催しています。今回の認知症講演会は6月11日日曜日に2部形式で開催します。第1部は13時30分から14時30分まで、第2部は14時40分から15時45分までです。場所は広島大学佐竹メモリアルホールです。第1部の講演会では認知症を地域で支える取り組み富士宮方式と題して、静岡県富士宮市在住で認知症当事者でもある佐野光隆さんと妻の明美さん、そして静岡県富士宮市職員の稲垣浩二さんに講演を行っていただきます。富士宮市は行政や住民が一体となって認知症フレンドリーな社会を作るためのさまざまな取り組みを展開している認知症支援の先進都市で、そのまちづくりは富士宮方式として国内外から注目を集めています。佐野光隆さんと妻の明美さんはそのきっかけとなった方たちです。もう一人の講師である稲垣浩二さんは富士宮市の職員として市役所に勤務されています。福祉総合相談課で認知症を担当されていた時に佐野さんと出会ってから、佐野さんが自分らしく生き生きと生活することができるよう支援をしてこられた方です。なるほど。では今井さん、第2部ではどんなことが行われるんでしょうか？はい、第2部では東広島市での取り組みと題して、昨年の認知症講演会でも好評だったリレートークをバージョンアップして行います。コミュニティデザイナーの内海真一さんがコーディネーターとなって、黒瀬町中黒瀬北地区の住民の方、美容室フレーム、芸用バスなどのさまざまな企業や団体が取り組みを紹介します。東広島市で認知症に優しい取り組みを行っている方々に発表していただくことで、東広島市の中にある認知症の人と家族を支えるたくさんの力に参加された皆様が気づいていただければと思います。講演会の対象者は一般市民および介護、医療、福祉関係者です。申し込みは不要です。入場無料で手話通訳と要約筆記があります。認知症はがんなどの病気と同じように誰もがなる可能性のある病気です。高齢化がますます進む中で、予備軍を含めると4人に1人は認知症になると言われています。今は認知症でなくても、あと何年か後に認知症になるかもしれません。自分が認知症になった時、今回の講演会のテーマでもある認知症、それがどうしたと言える街であれば、認知症になったとしても楽しく自分らしく安心して暮らしていくことができると思います。認知症に優しい街は認知症の人だけでなく、地域に住むどんな人にとっても優しい街だと言えます。東広島市が日本一住みやすい街になるためにも、認知症を自分のこととして考えていけるよう、ぜひ多くの方へ講演会へ足を運んでいただきたいと思います。今井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。